開幕直後、防御率が10点台で苦しんでいた。藤浪晋太郎投手は、その後、アスレチックスの主力ピッチャーとなり、7勝を挙げるまでに、投球の向上を遂げました。その鍵となったのは、メンタルの向上であり、アメリカ式の思考法によるものでした。メジャーリーガーは、オフが充実しています。秋季キャンプがないので、オフに入ると、すぐに遊びに行き、釣りやゴルフ、ハンティングなどするようで、休日について藤浪選手は、ゆっくり寝ようかなと語りますが、睡眠に関しては日本人メジャーリーガーで最もこだわったのではないかとのことで、自分の体を適切に休ませるように努めていました。おそらく日本で唯一の睡眠トレーナーと契約し、睡眠の質を向上させるために挑戦しました。アメリカでは国内を移動するだけでも時差が発生します。例えば試合のスケジュールをスリープトレーナーに見てもらい、ここからここへの移動中に飛行機で昼寝をしても良いですかと尋ねると、ダメです、ここでは頑張って起きていてくださいなどとアドバイスをもらいます。寝る時の服装も厳格で、 T シャツで寝ることは許されません。長袖長ズボンで汗を吸収して蒸発させる素材が推奨されています。肌触りも重要です。少しでも引っかかりがあると、寝返りなどの動きに制約が生じ、ストレスとなります。これらはわずかな例で、夜の睡眠の質を損なわないための詳細なアドバイスがたくさんあります。指導に従いつつ、睡眠時間10時間を目指します。将来的には日本でもスリープトレーニングが導入されることが期待されます。ウェイトトレーニングや栄養学などに取り組むと、最終的には睡眠にたどり着くと考えています。すでに海外では睡眠の重要性が広く認識されていますからね。藤浪選手のスリープトレーナーは女性で、阪神時代からの知り合いのようです。これまでは1回のセッションごとにフィーを支払っていましたが、メジャーに挑戦するにあたり年間契約を締結したそうです。イチロー氏も松井秀喜氏も、成功者はみんな睡眠の大切さや睡眠時間からのスケジュールの逆算を口にしています。藤浪選手がメジャー1年目を怪我なく完走できたのは、スリープトレーナーの貢献があったと考えられます。阪神時代の先輩である藤川球児氏も、シーズン中に会いに来て、怪我なく投げられているだけですごいと褒めてくれたそうです。藤浪選手は怪我がなかった要因として、睡眠の質の向上はあるのかもしれませんね。睡眠の質が下がると、お酒もほとんど飲まなかったです。分かってはいましたが、摂取すると身体が圧倒的に楽になります。毎朝爽快に起きられますし、飲んでる時はそれはそれで楽しいんですけどね。身体の不調や怪我への対処にリソースを割かずに野球に全力投球できたことは大きかったようですね。また成功体験には時に失敗も含まれます。今季29歳の藤浪選手がメジャーリーグからもてらしたのは、その中での宝物でした。思い浮かべるのは6月中旬のミルウォーキーのマウンド、アウェーのブルワーズ3連戦で、藤浪は2試合にリリーフ登板し、無安打無失点の活躍で1勝1ホールドをマークしました。藤浪選手は自分のまっすぐにようやく自信を持てたというか、考え方が変わり始めたのがちょうどその頃でした。ストライクゾーンにどんどんアタックすればいい、それでやられたらしょうがないと割り切れるようになったというか、昨年オフのインタビューで藤浪選手は、自信半分、不安半分のメジャー挑戦だったことを語りました。公式戦初登板でエンゼルス戦を3回途中8失点で落とし、その後4連敗。防御率は14点を超え、MLB 史上最悪の投手とまで叩かれました。正直、身構えすぎていましたね。相手はメジャーリーガー。厳しいコースにしっかり投げ切らないと、ボコボコに打たれると難しく考えていた。友人からの LINE で、
日米でバッシングされていることを知らされました。当時の所属先であるアスレティックスの監督やコーチ、チームメイトは藤波選手を輪をかけて前向きに支えていました。藤、自信を持てってずっと言われていましたね。お前に足りないのは自分を信じる心だって。常時 160km を超すボールを投げるやつはそうそういないとは日本時代も言われていましたが、メジャーはデータを提示しながら説得してくるんです。コースと球種ごとの被打率が示された。ヒートマップを見せながら、低めに行っても2割そこそこだ、こんなに被打率の低いピッチャー見たことないぜ、あれこれ考えず自信を持って真ん中にまっすぐを投げろと。データの示す意味は理解できても、この大胆なアプローチを受け入れるまでに数ヶ月を要して覚醒に必要な学びがあったと藤波選手は繰り返しやりました。メジャーでは失敗に対してポジティブなんだ。ピンチの場面でマウンドに上がってストライクゾーンにどんどん投げ込んで、2打を食らって逆転されたとしても、日本だったらリリーフ失敗となるが、メジャーだとダッグアウトに戻った時に投手コーチに拍手で迎えられるんだ。お前はやるべきことをやった。打ったバッターが上だった。帽子を取って敬意を表してやれ。明日からもこの投球を継続してくれよと褒められるんだ。日本だとなぜあの場面でまっすぐを投げたと失敗を突き詰める。そこに学びはあるし大事なことだが、メジャーは全然違う。ミスに積極的というかより、よく失敗をしようと考えるのがとても新鮮だった。もう一つ、メジャーに来て藤波選手が認識を改めたことが、実はメンタルという言葉が大嫌いでした。日本人の言うメンタルって精神的な強弱を指しますよね。ピンチでも強気でいられるかどうかとか、すごく抽象的。ところがメジャーで言うメンタルはシンキング、自分のベストピッチに集中するための考え方なんです。ゲーム終盤、バトンを受けた藤波選手が考えるのはファーストストライクを取ること、その1点だったとか、何回なのか、ランナーはいるのか、点差、ゲーム差は、それらは全てドラマ。自分の外の世界で起きていることだから、お前にはどうしようもない。考えなくてもいいことだと言うんです。どうすれば相手打者を抑える確率が高くなるかを考え、そこに集中しろと。ボールの握りを変えたとか、ピッチトンネルを使うようになったとか、スポーツメディアは技術面での変化を指摘しましたが、藤波は一要素ではありますけど、そんなに単純じゃないと首を振った。彼が変えたのは思考のあり方でした。呼吸を整え、通常通りのフォームで冷静にファーストストライクを狙う。3球でワンボールツーストライクというカウントを構築します。統計に基づいた最も打率の低いピッチングを繰り返すことで、藤波選手の快進撃が始まりました。ためらいなく真ん中高めに投げ込まれる。 160km を超えるファストボール、 150km 近いスプリットに、気がつけばアスレティックスのリードピッチャーとなっていました。確かな手応えを感じた7月中旬、試合後に監督室に招かれ、指揮官のマーク・コッツェイ氏からこう告げられました。藤、ボルティモアにトレードだ。今日中に荷物をまとめて明日一番で立ってくれ。シーズン途中のトレードまで経験できて本当に濃密な1年でした。10月下旬に帰国すると、藤波選手は大阪の実家に直行。新人イヤーの戦績は7勝8敗、5ホールド、2セーブ。防御率は 7.18。友人たちは奮闘を称え、凱旋帰国を祝福するメッセージが相次いだが、藤波本人は、変な感じですと苦笑いしています。全然うまくいかなかったし、良い成績を残せなかったのが、正直なところ。両親も成績に触れず、普通にお帰りと、怪我なくプレーできてよかったね、というのが本音だと思います。親としてはね。
シーズン終了と同時に藤波選手は FA となり、現在はオファーを待っています。代理人のスコット・ボラス氏は、多くの球団が興味を持っていると述べています。胸を張れる成績は残せませんでしたが、メジャーに行ってよかった、失敗も全ていい経験です、と。ストライクゾーンの違いに驚いたこともいい思い出、来季はある程度落ち着いて開幕を迎えられると思います。その上でどんな学びがあるのか今から楽しみですね。大阪桐蔭、阪神と自分のレベルより高い場所にあえて飛び込み、もがくことで成長してきたと話す藤波選手。メジャーリーグという最高峰の舞台の経験で眠れるポテンシャルが発揮されるのを期待したいですね。いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。皆さんはどう思われたでしょうか。前向きなコメントを残してくれましたら嬉しいです。この動画が気に入りましたなら高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。